おはようございます。ともです。今日は嬉しいこととショックなことがありました。年始に、年の初めに動画で今年はやりたいことがあるって言ってて、で3ヶ月続いたら、続きそうやったら報告しますって言ってたんですけど、3ヶ月を待たずにちょっともう辛抱できなくなったんで言うことにしました。今年はギターを始めることにしました。で、買ったギターはこちらのギターです。はい、この白のギターです。ギターのもう一回見せるんですけど、チューニング中に早速この弦を切ってしまったんですよ。ブチって、チューニングしてたらブチミヨヨーンって言って、この3本目の弦が切れてしまいました。めっちゃショックです。お金を貯めて、全然貯金がないんですけど、ギターを買おうと思ってお金を貯めてたんですよ。ほんで買ったんですけど、最初楽器屋さんに行った時に3万円台のにしようって思ってて、で見てたんですけど、でこの中でこの色かなって思ってて、でふと下を見たらこの今の白いギターがあって、それですっごいときめいたんですよ。うわこれ欲しいと思って、でもちょっとお値段がね、5万1000円でした。頑張って、はい、買いました。で他に買ったものは、ギターに使うこのピックと、でからチューナー、チューニングするチューナーと、でギターを吹き吹きする布と、でからギターを立てるスタンドですね。で私は独学でギターをやっていくっていう自信は全くなかったので、多分できないと思うので、習うことにしたんですね。早速体験、ギターのアコースティックギターの体験に、今月1月の17日に行ってきました。30分だけなんですけど体験させてもらって、でもその日にギターを買うことにしました。で茶色のギターは息子のギターで、息子が今高校3年生なんですけど、中学3年生の時に気まぐれで買って、でそれで全然弾いてもないオブジェになってるんですけど、で最初体験に行った時に、そういう家にギターがあるんですけど、それを使えますかって聞いたんですけど、写真を見せたんですね。そしたら、これはクラシックギターですって言われて、でクラシックギターはまたなんか弾き方が違うし、ちょっとアコースティックギターよりはちょっと難しいって聞いたんで、やっぱり歌の伴奏とかやったらアコースティックギターの方が親しみやすいかもしれませんねって言われて、でギターを、自分のギターを買うことにしたんですよ。で楽器屋さんでギターを買ってチューニングしてもらって、で持って帰ってきたんですけど、わけもわからんとこうネジをあっち回したりこっち回したりしてたんで、切れる前にあれちょっとこれピンピンやな、張りすぎやなって思ったんですけど、その何やったかな、3本目やから G か G に合わさなあかんと思って、なんかようわからんねんけどそう切れちゃったんですよね。なので今度1回目のレッスンがあった時にちゃんと先生に聞いてやっていきたいと思います。1回目のレッスンがね、始まる前にギターを買って、たった4日目で弦を切ってしまうっていうね、はい、もうなんかね、ギターがかわいそう、私もかわいそうめっちゃショックでした。まあでも気を取り直して弦を新しくしてもらって、ちゃんと習ってギターをやっていきたいと思います。で習い事なんですけど、私は小さい頃から割と習い事はいくつかやってて、で覚えてるのはなんかバレエに行ったんですよね。バレエって踊る方のバレエね、ちっちゃい時に小学校 2,3 年やったかな、見学に行って、ほんでその時にも入るって言って、でやったんですけど、すぐ多分
2回行ったかなぐらいですぐ辞めました。なんで辞めたんかは覚えてないですね。であとはあのエレクトーンですね。エレクトーンも小学校の時ですね。その時はなんかエレクトーンに行ってエレクトーンの先生にすごい気を使って行けなくなったっていう、あの割と すごい緊張しいでこう無理ってなる方なんですよまあ今はねずうずうしくなっているのであのそれはマシになってると思うんですけど、でそういうなんか気持ちですぐダメになってしまうんですね。なんかあんまり覚えてないねんけど、すごいちっちゃい時に絵も習ってたみたいです。絵描く絵ね。それはなんか眠たくなって寝てたって聞きました、母に。絵を習ってるレッスン中にそれも全然覚えてない。もうすぐやめたんでしょうね。で中学の時はテニス部に入ってエースを狙えを見て憧れてテニス部に入ったんですけど、あの全く向いてなかったですね。今思えば私あの球技全般が全くダメなんですよ。なんかそういうなんか意味がわからんっていうか、こうセンスがないというか、この球関係ですね、はあ、あれはなんかねすごく全然苦手で、もう普通にスカーンってあの空振りするんですよ。なのでなんでテニス部に入ったのかって今思いますけど、なんかでも体験、それこそあの中学のクラブでも体験とかあったらいいですよね。こうちょっと1週間やってみて、あなんか自分楽しんでやれそうやなとか思ったら入るとか、なんかいきなりね何部に入るって聞かれても全部やったことないし、いや分からんやんみたいな、はい。それでも中学2年生で夏で、はい、辞めましたね。兄にあのケツ割りってめっちゃ言われましたけど、どうしても嫌で辞めました。でそんなこんなで何も続くことがなく、であの高校卒業して美容師になったんですけど、美容師もそのなりたいとかではなくて、母が美容師だったの でやりたいことがないんやったらあの美容師の免許を取っといたら別無駄にはなれへんからって言われて、であそうやなと思って、それであの美容師の免許を取って、それはやっぱり一番続いたことですね。18歳からやって結婚するまでしてて、で1人目の子が生まれた時にちょっと2、3年休んだかな。でそれからあともまた2、3年後にまたずっとやり始めて、45歳ぐらいまではあのフルでやってたと思います。今はねあの時々しかやってないです。ベリーダンスはあの高校の時に実はあのそういうダンスっていうか体操っていうか、なんかそういうそっちの関係のなんかインストラクターとかになりたいなと思ってたんですけど、あの別にそれまでやってたわけでもなく何もなかったので、あやならあの母が言うように美容師の免許を取ってみようかなと思って本当にやってました。で今回あのギターなんですけど、なんか私のそういう習い事続かない遍歴があるんですけど、ギターもねだいぶ迷ったんですよ。あのやろうかなやらんとこかなって。であのやっぱギターもその安い買い物じゃないし、続かへんかったらもったいないなと思って、オブジェになるのはめっちゃもったいないなと思って迷ったんですけど、なんかこのまま今53歳で、もちろん YouTube はやってるんですけど、こっからたまに予約のお客さんの美容師をして、家事、家の家事をやって、なんか一個こう自分の中でこう楽しいこと、なんかやりたいことがあったらいいなと思って、まあ続けへんにしろ始めてみようと思って、あの今年の目標はあのチャレンジするっていうことやったんで、続いても続かなくてもチャレンジした時点で成功っていう目標にしてたんで、今回はあの成功です。ギターを買って、まだ1回目のレッスンがまだなんで、1回目のレッスンが終わったら、成功っていうことです。でもやっぱりね続けたいっていうか、
あの自分がその歌の伴奏とか弾けるようになりたいなと思って、はい、その想像はしてます。またギターがあのちゃんと弦が直ったらちゃんとお見せしますんで、またあの見てください。実際続くのかっていうあの不安はめちゃくちゃありますけど、ギター習う前にあのギターは難しいってこういろんな人に聞いてて、あ多分私はそういうの無理やろうなって思ってて、ですぐ挫折しそうやなって思ってたんですけど、うん、やりたいなと思ったんで買いました。続くかどうか分かりませんけど、今からやっていきたいと思います。今日は嬉しいこととショックなことがあったっていうお話でした。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次の動画で会いましょう。あ、ギターの弦、あさって、あの、買いに行ってきます。それでは皆さん、また、バイバイ。バイバイ。